はい、では始めたいと思います。皆さんこんにちは、レクセン講師弁理士の乙美です。今日は今年からですね、スタートします。去年までのちょっとこう1年コースの冬制にアレンジを加えまして、名前をちょっとこう新たにしている感じなんですが、担当プライムコースということで、冬制の方ですね担当させていただきたいと思っています。でそれに先立ちまして、今日はですね、その担当試験にどうやったら受かるのかっていうことですね、しかも、この時期からのスタートになりますから、春生に比べて、ちょっとねこう短い期間で、担当合格を目指すということになりますので、その辺の秘訣とかですね、それが可能なのかということですね、そういったことについてお話をさせていただきたいと思います。で現在ですね、今担当試験は非常に難しいというイメージを持たれていらっしゃると思います。で私たち講師としてもですね、ここ数年、特にこの5年以内くらいの試験に関してはそれ以前の担当試験に比べて非常にその枝別の難化が激しいというふうには思っています。で合格者もですね、非常に少なくなってきている現状がありますので、皆さんとしてもですね、どのくらい情報を持っておられるかということは、人さの、それぞれだと思うんですけども、結構、難しいなというイメージを、持たれていると思うんですよね。でただ、今ですねちょうどこの2階下になるかな、1階下のフロアですかね、口述模試を今日は実施しているんです。で口述模試というのは、ご存じ通り、3次試験である口述対策をする、模擬試験なわけなんですね。で、その口述模試で、今もちらほらとうちの受講生にも会ってきたんですけども、今年のですね論文合格者、皆さんもねもう発表になってるからご存知かと思いますし、であとその統計ですね、それが出ているんですね。で今年初回合格者、論文まで通過した初回合格者は全国で17人しかいないんですね。ですから非常にこう難しいなというイメージが、私たちもね数字を見た時にここまで結構ね来たのかなっていうイメージを持っています。でただそのうちのですね今現在把握している数字ですが、5名うちのクラスから出ているんですね。全国の17分の5ですから非常に多い、特にレクのクラスって、あと渋谷とか新宿とかあと横浜、名古屋、大阪、京都、神戸かな、それくらいあるんですけども、もちろんどこのクラスにも負けてません。でただうちのクラスは春生といってもですね非常にスタートが遅いんです。もともと6月開校なんですね。ですからそういう意味では、大阪とか、新宿とかね3月4月に開校するクラスからして、時期は遅いんですよね。でそれでいてかつじゃあなぜその合格率のところでは高く維持ができるのか、でそれはなぜかというとやっぱりやり方だと思うんですよね。時期の問題は確かにありますけども、実際ですね去年皆さんと同じようにこの冬制で始められた方って、この水戸橋本校、私の教え子のですね三崎講師っていう講師が担当してたんですけども、で今年は私がもうバトンタッチして自らやるっていう形になったんですが、三崎講師のクラス20名弱ぐらいだったと思うんですよね。20いってたかどうかぐらいだったんですが、その中でその論文通過、いわゆる半年合格なんですよ。今年は11月、私が担当するプライムコースは11月開校なんですけど、彼の場合もうちょっと遅かったんですが、だからもう本当に正味半年あるかなっていうくらいの時期だったんですけど、論文通過一人出てるんですね、それでも。ですから半年で最終合格まで行くっていうことは現実としてあるんですよ。ですからじゃあ担当と論文とで、じゃあ皆さんの場合ねこのプライムコースで、担当合格は少なくとも目指しましょうということをコンセプトにしてるんですけど、私としては半年でねやっぱり論文通過が出てると。で彼は今私の去年のですねその直前期とかそういうのも来てましたから論文見てたんですけども、やっぱり担当知識はしっかりしてるんですね、すごく。ですからその担当の受かり方によって論文の通過率は非常に大きく変わってくる。でその17名のうちのその5名もですねほぼなんですけど45点以上で担当合格してるんですよ。ですから担当の受かり方でその論文の通過率が大きく変わるっていうことはやっぱりデータ見ても明らかなんですね。ですから
皆さんの場合もですね、その一応ね、担当プライムコースってことで名前なんか担当もうね一本で行きましょうみたいな感じなんですけど、もちろん皆さんのそのお仕事の状況とか一日に取れる時間との関係でね、考えていかなければいけないんですが、いやもう全然一日ね、例えばまあ平日でも3時間以上勉強時間取れますと、で休日だと6時間から8時間ねコンスタントに取れるんですという環境であれば、もちろん論文合格も目指してほしいなと思ってます。もう担当合格はもう最低条件としてね、もちろん受かっていただきたいし、でその前提として45点、ここは超えていきたいなというふうに思ってますので、そのねやり方を、今日ですねちょっと概要をですね、レジュメとか、講義の仕方とかそういうことも踏まえてお話をしていこうかなと思ってます。担当試験ですね、3つの試験の中で初っ端にある試験ですが、それぞれに特色がありますから、何が一番難しいってことは言えないんですよ実は。でその時期その時期になるとその試験が一番難しく感じるもので、今ね口述に進んでる人たちなんかはやっぱり口述が一番難しいって言うんですよね。でそれまたちょっと難しさが違うんですよ他の試験と。口述っていうのは最後こう口頭で説明しなければいけないんですよね。で頭で分かっててもなかなかうまく言葉で説明できないっていうこともあるし、で条文対応されてますって言ってもそんなやたらめったら見れるわけではないんですよね。だからやたらめったら見れる論文の方がそういう意味ではまだ楽なのかなというところもあるんですが、口述試験はですねやっぱり変な難しさがありますよね。だから口述に進んだ人たちはみんな口述がねやっぱり一番難しいよって言うんですよ。でもやっぱり論文をやっぱりこうね不合格で今こう来年に向けてっていうふうにスタート切られてる方たちはやっぱり論文が一番難しいっておっしゃるし、で担当やっぱり合格できなくって担当落ちを経験された方はやっぱり担当が一番難しいっておっしゃるんですよね。だからやっぱ目下のその自分の前にある試験が一番難しく感じるものなんで、そこはねやっぱり合格者とか周りに例えば受験生の方がいらっしゃってもその方のやっぱり状態によってこう主観が入っちゃうので客観的な評価ではないってことは頭に入れといてもらった方がいいかなと思います。で今データなんかを見てもそんなに特許事務所に勤務されている受験生の方がすごく多いっていうわけではなくて、どちらかというとですね目立つのはやっぱり企業内の方ですよね、の比率がだんだん大きくなってきてるなというのが私たちの印象です。やっぱり私が受験生だった頃というともう15年前とかそんなになっちゃうんですけども、それくらいの頃はですねやっぱり特許事務所の方が多かったですよ。企業内弁理士ってそんなにまだいらっしゃらなかったし、周りでもこう、ね、受験仲間とか見てもですねやっぱり特許事務所に勤められている方がすごく多かったですね。自分自身もそうだったんですけども、でその次に、やっとですねこう企業がどんどんこう企業内弁理士を立てるようになって、企業の知財部とか法務部が出来上がってきた時代ですから、そうするとどんどんこう中からですね合格者を出すために、企業もこう、ね、受講料の一部バックアップするような企業なんかも出てきて、でだんだんやっぱ企業内弁理士がですねこう増えてきたっていうような、経過をたどってるんですね。で今そうですねもう周り見渡してもいや企業ですって言われる方すごく多くて、特許事務所にお勤めになっている方ももちろんたくさんいらっしゃるんだけども、そんなになんかすごく差があるなっていう印象ではありません。でそうするとですね、そんなに昔ほどの影響はないのかもしれませんが、やっぱりね特許事務所にお勤めの方っていうのは周りに弁理士がいるじゃないですか。で受験生もいますよね。で受験生といってもまだこれから始めるとか始めて間もないっていう受験生から、もしかしたら10年以上されてるっていうね受験生の方がいらっしゃる事務所もあります。でそうするとですねやっぱりもう 2,3 年違ったら違う試験だと思った方がいいぐらい、毎年毎年マイナーチェンジ繰り返すんですよこの試験は。でそれはどういう経験を持ってマイナーチェンジになってるかっていうと、やっぱり試験の構成、ここ結構大きく寄与するんですね。試験って今ちょうどですね一昨日ぐらいかな、私にも弁理士会からメールで連絡があったんですけど、試験の募集がこの時期始まるんですね。で次の試験に向けての試験がこう選考されて決まっていくんですけど、
まあ、私はもうこういう仕事してますから辞めて3年はできないんで、まあ、当然現役ですからできないんでちょっと残念なんですけども、試験員の先生方の任期って一応2年なんですよ。で、更新される先生もいらっしゃるから、もちろん4年6年ってやられてる先生もね、中には過去いらっしゃったんだけども、まあ、最近結構2年くらいの単位でね、こう辞められる先生も多くて、だいたいこう2年単位で先生方の顔ぶれって変わっていくんですよね。でそうするとやっぱり 2,3 年単位でこう見てみるとですね、試験がもうこう結構変わる、試験傾向が変わるっていうのはやっぱりその年の先生方の、ね、やっぱりこうカラーが出てるなっていうところはすごくあるんですね。ですから担当試験でもそうだし論文試験でもそう、まあ、口述試験なんか特にですね、ここも 2,3 年で少し2,3 年以上前の方たちに比べると少しね、こう合格率がやっぱりこう普通に戻ってきたんですが、非常に厳しい時代もやっぱあったんですよね、口述試験で。やっぱりその頃の合格者の方たちにお話を聞くと、やっぱもう口述はもうダントツで難しいってやっぱりおっしゃるし、でやっぱり進められる勉強法もすごく過酷なものなんですね。だけどじゃあ去年の合格者に話を聞くと、じゃあそこまでやってるかっていうとやっぱり違う。うん、で合格者にももちろんよるんですよ。きちんと勉強されてトップ合格される方と、やっぱりね、ギリギリでなんとかかんとか合格ライン超えましたという方もいらっしゃるから、もちろんそういう差っていうのもあるんですけども、やっぱり 2,3 年違ってくると、人によってね、やっぱり合格者段っていうところ、合格体験記っていうところの内容もかなり違いますね。こういうことやってきたっていうこともね。でそれはやっぱり私たちは当然その、ね、毎年毎年の試験を分析し、今こういう傾向に流れてるなっていうところの先を読みながら、で、まあ、試験の先生方がどういう方が選ばれ、でどういう構成になってるから今年はこういう試験になるだろうっていうことを読んでですね、まあ、対策を打ちますので、当然その後手後手に回ることはないんですね。でそうすると逆に 2,3 年前ぐらいの合格者、以前の合格者の方たちがね、事務所にいらっしゃると、まあ、結構やっぱり私たちにとってはですね、雑音とまで言うと言い過ぎかもしれませんけど、ちょっと違うんだよねっていうことを結構あるんですよね。事務所の先輩がこう言うんですけどっていうことを結構言われるんですよ、うん、でもちろん、まあ、その度にですね、いやこれこれこういう理由でね、これは多分来年はこうなると、だからここまでは必要ないとか、逆にこれは必要になると、これからの試験では必要になるとかですね、そういうことのアドバイスをすることがあります。ですから、まあ、皆さんの中でもね、もしかしたら、まあ、今日来られてる方はそう思ってないから、ね、来られたのかもしれないけど、もうね、5年ぐらい前の、まあ、5年ぐらい前、うん、そうですね、まあ、5年とは言わなくても、なんかこの時期に始めて本当に担当受かんのっていうようなね、ことをやっぱりイメージとして持たれてる方でたくさんいらっしゃると思う。でそれはもう時期時期に応じてやっぱりそれはね、変わってくるものだから仕方がないのかなっていうふうに思ってるんですが、私は担当試験、こと担当試験に関してはこの時期から始めて十分合格ラインに達すると思ってます。でそれはもちろんその秋生や冬生からですね、たくさん担当合格者に限って言えば合格者が出てるということと、でまあ、論文合格者もですね、含めればね、もちろんその1年合格っていうのはね、人数的には全国で17人っていうふうな数字が出てるから、なんとなく怖いなっていう感じがするんですけど、でもクラス内で見ると減ってないんですよね、うん、ですからそういう意味ではやっぱりやり方なのかなと、すべてねやっぱり方法論なのかなというふうに思ってます。でまあ、私が座右の銘というか事業の指針でもあり、皆さんに開講式のところでですね、お話しする言葉がありまして、それはですね、合格に必要なこと その方程式なんですけども、もちろんその熱意ですよね。熱意はもちろん必要だし、うん、でもちろんその能力っていうところも最低限必要だと思います。だけども何よりも必要なのはやっぱり方向性だというふうに思っているんですね。でまあ、皆さんも、ね、本とか読まれた方いらっしゃるかもしれないけども、京セラの元名誉会長の稲森和夫さんという方、ね、ご存知かと思います。JAL の再建なんかもされた方ですけども、方清和塾という、ね、経営者向けの塾を経営 されてるんですね、まあ、ほぼなんかボランティアでされてるような感じですけども、でまあ、特許事務所の所長さんなんかもですね、うちの所長も含めてなんですが、まあ、当然その経営には無関係で、まあ、生きてこられた方多いわけですよ。私なんかたまたま経済学部出身なんで、まあ、少しその経済学とか経営学っていうのは大学時代にね学びましたけども、だけどもまあ普通はね、やっぱりこの業界って理系の方が多いし、でその次にやっぱり法律系の方が多いですから、経営学っていうものにやっぱり無縁で来られた方が多い。
だけども今特許事務所の経営っていうのは非常にやっぱりシビアな時代に入ってるんですね。ほっといてもお客さんが入ってくる時代ではないです。ですから事務所によってはですね、営業マンを専属で雇うようなそういう事務所もあるくらいなんですよ。仕事取ってくるような要は部署を、ね、設けて、結構大手ですよ。しかもそんなに、ね、しなくてもいいんじゃないかと思うぐらい の, まあ、聞いたら、ね、知ってるような、ね、一等地にあるような事務所でもですね、そういう営業で、ね、人を雇うようなですね、そういう時代なんですよね。でどんどん今特許事務所も統合とか跡継ぎ問題なんかがあって、まあ、ふっついたり、ね、離れたりで潰れたりなんかしてですね、今稼働してる事務所が約2000から2500ぐらいって言われてますけども、まあ、それぐらいの、ね、事務所でやっていく。でも特許件数はっていうとそんなにやっぱ増えてるわけじゃないですよね。昔に比べたらやっぱ減ってますよね。でそうするとですね、当然仕事の取り合いになってきますから、経営額っていうものは当然必要になってくるわけなんですね。ですから、まあ、ほっといて門を叩いて仕事が入ってくるっていうような時代も終わったの で, でそういう意味でですね、そういう、まあ、松下塾なんかもそうですけども、松下塾はどっちかっていうと政経の方なんで政治家の方が多いですけども、その清和塾というね、稲森さん の, 事務塾というのは結構経営者の方が多いんですね。でその経学をその学びに来る特許事務所の所長さんなんかも多くなってきているので、まあ、私たちの業界でもその稲森さんの本をですね、結構事務所に置いている事務所が結構あります。でうちの所長もですね、清和塾に入ってまして、でもうかなり古いんですよね。もう長く清和塾に入っているので、もう事務所にいっぱい稲森さんの本があるんですよ。で、まあ、ことあるごとに結構そういう話を聞く機会もあったっていうのもあるんですが、私が一番ね感銘を受けたのがその方程式の考え方で、まあ、要は能力とか熱意とかっていうのも確かに必要なんだけど、だけども一番大きく結果を左右するのは方向性なんだと。でなぜかというとそのね、式は掛け算で成り立ってると。能力かける熱意かける方向性なんだと。でつまり方向性っていう部分が例えばですね、まあ、マイナスだったりとかする場合ですよね。熱や能力が大きければ大きい分結果は大きなマイナスになりますよね。掛け算ですから。でこれがプラスだったらマイナスを補うだけの能力とか熱意っていうものがあれば、まあ、結果としてプラスに転じる場合もあると。だけども掛け算だからそれはもうすごく最後のね、そこの係数が大事なんだってことをおっしゃってるんですね。で私結果を出すものに関しては全て共通する方程式だと思ってまして、で現にやっぱり受験生の方を見ていてもそれを思うんですね。この方すごくポテンシャル高いなとかね、すごい熱意があってね、勉強時間すごいかけてるなって思ってもですね、勉強法間違ってるとその分やっぱ合格遅れてるんですよ。ですからこの業界結構高学歴の方多いんですけど、じゃあ一発合格の方の顔ぶれを見て、じゃあ東大の方ね、東工大とか、まあそうですね、 あるいは私 の, 受講生の方でケンブリッジとかね、外国のすごい大学出られてる方もいらっしゃったけど、じゃあそういう方たちがじゃあ一発合格者占めてますかと、全然違いますよね。全然違うと思う。ですから何がやっぱり大事なのかっていうと、この試験すごい特殊なんだってことをまず自覚することなんですよ。で特殊だからこそやっぱり専門家に任せるっていう、要は持ち屋持ち屋っていうことわざあるじゃないですか。で私ことあるごとにそれ言うんですけど、やっぱり持ち屋持ち屋なんですよね。大学で例えば知財学びたいって言ったら私たちの役目ではないんですよ。それはやっぱり大学で知的財産を、ね、教えられている、まあ、講師の方とか教授の方とか、そういう方たちがやっぱり学問としての知財を学ぶ、ね、プロフェッショナルだと思います。だけどもこと試験に受かると、弁理士試験に受かるというね、そういう技術に関しては私は誰にも負けてない自信を持ってます。でそれはやっぱりもうこれ10年以上この仕事やってますけども、たくさんのね、やっぱり初級から中上級、まあ本当にその直前、まあ、いわゆるね試験の直前の講座まで私担当してきてますので、まあ、どういう方たちがね、どういうふうな勉強をすれば早くね、早く合格できるのかっていうことに関しては、やっぱり常日頃非常に高いアンテナを持って接してるつもりなんですね。でそれを持った、まあ、今日ですね、合格のためのどういう授業をし、でどういうですね、ツールを使ってじゃあ皆さんを短期合格に導くのかということのお話をしていこうと思っています。でまず、担当ですから、まあ、何が一番大事かってことなんですが、ちょっとレジュメ開けていただきまして、
一番初めにドーンって、ね、こう枠をつけて書いてありますが、本試験に知識のピークを合わせるということですね。でこれ当たり前のようなんですが、実は難しいんです。で担当試験終わりましたら、しばらくこう相談会を開いたりガイダンスがあったりとか、要は不合格だった残念な結果だった方のフォローにやっぱり予備校入るんですよね。でやっぱり私たちもそういう、なんていうのかな、そういうフォローに入ることが多いんですけども、お話をするとですね、大概の方結構言われるのが、時間がなかったっていうこととか、あるいはその間に合わなかったって言葉を結構使われるんですよ。終わりきらなかった、例えば過去問10年分を3回回そうと思ってたんだけど全部やりきれなかったっていうことですとか、あるいはまあレックのね講座に通われてる方だと、単アドっていうね、担当アドバンスっていうテキスト、まあ、皆さんの講座でも使っていくんですが、まあ、それ以外のとこ出ても仮に出たとしても誰も解けないからほっといて構いませんよっていうぐらい、まあ、言ったらもう情報が一極集中化したものなんですね。で担当合格もそれ以外のことは必要ないんです、はっきり言って誰もできないから。でその中でも、まあ、ABC ランクってランク付けをしてるんですけども、だいたいもうその中の AB ランクで40点超えてきますから、 C ランクのものを全部捨てたって大したことないんですよね。うん、ですから、まあ、そういうものがあるんですけども、そういったものを、まあ、要は例えば3回、ね、回そうと思ってたんだけど、ね、終わりきらなかったとかっていうことを結構言われるんですね。うん、で、まあ、つまりですね、終わりきらないということは頭の中どういう状態にあるかっていうと、知識のピークは迎えてないんですよ、頭が。でその状態でやっぱ本試向かいますから、当然やっぱり結果は出ないですよね、予定してたことが終わりきれませんから。うん、ですから非常に実は難しいことなんですね、簡単に言うんですけど。じゃあどうしたらその知識のピークをですね、本試験に合わせられるのかっていうと、やっぱりそのスケジュール感ですよね、スケジュール感。うん、ですからその秘訣1って書いてありますが、時期と順番間違わないことっていうふうにあります。で私のね、去年入門された受講生の中でもですね、やたらめったら総則に詳しい子が一人いるんですよ。うん、総則っていうのは特許法の1条から28条までに書かれてあることなんですが、まあ、一番最初にグループ分けされてグループに入る条文ですから、一般的なルールが書かれてるんです。例えば未成年者だったら単独でね、と未成年者だけで出願することできないよと、法定代理人によらなければできないよとか、あるいは手続き期間が特許庁が決められてるんだけど、じゃあその指定期間がね、例えば今日みたいに休みの日だった場合、うん、そうすると特許証空いてませんよね、持って行ったって空いてません。だから、まあ、翌営業日、まあ、今週で言うと明日もお休みだから明後日に出せばいいですよっていうようなルールとか、一般的なルールが書かれているのが総則っていう部分なんですね。でその総則だけやたらめったら詳しいと、でなんでかっていうと、よくよく聞いてると、だいたい毎年ね、こうダメだってもう結構長いんですよ、しかも7年8年やってる。でなんでかっていうと、毎年ダメだったら次また1条からやるらしいんですよ。で1条からやるでしょ、でだんだん進まないん で初めは何回も何回もやってるんですよね。だから1条から28条までは詳しいんですよ、やたら。でそれが年によっては、まあ、100条まで行ったりとか、特許まあ終わったりとかする年もあるけど、だいたいやり直し1条からこうやるんだってことを言うわけですよね。うん、つまりまあ、それだけ時間かければそこの部分は詳しくなるんだなってことはもう物理的に、ね、証明していることなんですけども、やっぱりですね、じゃあ短期合格するためには何が大事かっていうと、1条からやるべきではないんですよね。うん、で1条から28条というのは総則一般的なルールなんです。うん、今言ったようにですね、ということはですね、まあ、言ったらそこにはですね、大した法律上の理由はないんですよ。まあ、今ちょっと表面的な理由を言いましたよね、その手続き的に今日がね、例えば時が空いてないと、だからその要は手続きをですね、今日までっていうふうにすると、まあ、実質的には金曜日までっていうことにすることになるので、出願人に不利益だということで、まあ、その利益の方を取って火曜日までにするわけなんですよね、まあ、通常であれば月曜日までにするわけですよ。だから一応その表面的な理由付けはありますけど、そこに学問的な深い理由付けはないんですよね。まあ、どちらかというと人為的な取り決めに近い、ゲームのルールに近いようなものです。うん、ですから覚えたら終わりなんですよ。で試験的にもそんなことの表面的な理由まで聞きませんから、覚えたら終わりですから、担当試験でしかほぼ聞かれないカテゴリーなんです、そこは。うん、
で覚えたら終わりなんだけど、まあ意味がないことって覚えにくいですよね、逆に言うと。まあ、皆さんも例えば漢字とかってちょっとこう作りによって意味がね出てきたりとかしますよね。魚辺に弱いでイワシとかね、こう日本人であればなんとなくこうちっちゃくてねこう弱々しい感じがするから覚えやすいってのはあるかもしれないけど、でも英単語だったりとかやっぱりこう外国語を覚える時なんかはですね、まあそんなにその単語にね意味が あるわけじゃないから、やっぱり単語帳を使ったりなんかしてこう電車の中で覚えたりとか、そういう学生の時に経験があると思うんですよ。でそうするとやっぱり結構苦痛だし時間かかりますよね、うん、でやっぱりそれはメンテナンスが必要でしょ。やっぱり一回覚えてもうずっとじゃあ本試験まで覚えてられるかっていうとやっぱ覚えてられないんですよ。でも逆にまあ皆さんも多分理系の方が多いと思うんですけども、理解したこと解けるようになったことっていうのはなかなか抜けないですよね、理解して習得する部分に関しては、うん、ですからこれ法律も同じなんですよね。なぜ入門講座が29条から説明するのかっていうところの理由もそこにあるんですが、やはりですねその理解して習得することは時間がかかるんだけど抜けにくい、なのでそこからちゃんとやるべきなんですよ、うん、でも最後ね覚えたら終わりなこと、もう短期的にしか頭に残ってくれないことに関してはやっぱりそれに合わせて後回しにして構わないんですよ。そこ別に意味あんまないから、まあ言ったら短期的に力になる部分なんです。直前期になると私1日1点上げる勉強しましょうって言うんですけど、それ可能なんですよね担当に関しては、うん、ただその1点がずっと維持できるわけじゃないから、そこ考えてね時期的にはメンテナンスしていかなければいけないんですけども、なので担当に関してはですねまず時期と順番間違わないってこと、いつから始めるのかっていうことももちろんなんですけど、どの時期にどんなことをやってるのかってことは合否に大きく影響しますし、でもっと言うと先ほど言ったようにですね終わりきるかっていうことに関して非常に大きな影響を与えます。時間がかかることを先に持ってくるんです。でそして後でその短期的に1日1点上げていけるようなテーマを最後に残していくってことなんですね。でそれで調整がつくということなんです。それがまず一つ目の秘訣なんですね。で二つ目、条文から離れないこととあります。でこれはですね結構分かってるようで受験生の方分かってくれないことが多いなと私感じているところで、条文の試験なんですよねこの試験って、担当も論文も口述も、うん、で特にその担当に関しては条文から出ます、たくさんのことがね。で試験範囲は条文プラスアルファですから、例えばプラスアルファって判例だったり審査基準だったり、まあ、たまには審査便だったりとかそういうことから出ることもあるんですね。あるいは学者さんが書いた基本書とかそういうものから出ることもあります、確かにですね。だけども大体はやっぱり条文の試験なので条文ベースで出てくるんですね。で条文の言葉には意味があるんです。例えば新規性とか進歩性には特許出願前にというね始まり方をするんですね。特許出願前にと書くんですが、うん、で一方で例えばその隣の29条の2とかですね、そういった条文には日前にっていうような言葉が使われてるんですね。でつまりですねこれ同じような日本人であれば同じようなことを言ってるなっていうイメージはつくと思うんだけども、実は条文上ちょっとしたそういった言葉の違いが大きな意味を持つんです。特許出願前にっていうのは1分でも前にと10分まで問題とするという解釈を取りますから、例えば私が10分前に何か発表したことを10分後に特許庁に出願したとしてもそれ新規性ないって言ってアウトなんですよ。それがいわゆる新規性とか進歩性の要件で、条文では特許出願前にという言葉が使われてるんですね。で日前にっていうのはもうまさしくその日より前にってことだから同日入らないんですよ。日をもって判断するということもそうだし同日も入らないよっていうことなんですね、うん、ですからとにかく日が違って、まあ、例えば、まあ、先のですね、我が国は早もん勝ち主義を取ってます、先願主義と言いますけども取ってますから1日でも早い方が登録を取りやすいということが言えるわけなんですね。ですから条文の言葉っていうのは非常によくできていて、ちょっとした違いでも大きな差を生んでくるってことがあるので、ちゃんと条文ベースで見ていく必要があるんだけども、それをざっくりとですねなんか勉強しちゃうとこれやっぱり失敗していく。で条文っていうのは要件と効果で構成されてます。ですからその条文にはどのような要件がありそれ満たした時どんな効果が発生していくのか、これが担当試験で出られるわけなんですけども、それも今言った解釈も含めて、まあ、細かく出るんですね。
で、ちょっと、レジュメをペラペラってめくっていただくと N プロジェクトシートっていうのが出てくると思います、うん、これですね。で毎年ちょっと改定をしていく感じなんですけど、これをやっぱりね導入した時に担当合格 の合格者がですねやっぱりたくさん出たんですよね。でまあ、特にその1年合格の人ばっかりを、ね、こう照準にしているわけではなくて、私はですねどちらかというとやっぱり失敗経験がある方にもう同じ経験をやっぱりしてほしくないということもあり、この N プロジェクトシートを作ったんですけども、これはまあ1条から時ほど言うと204条まで構成されているんですが、どの条文にまあどういうことが書かれているのかということを、まあ、この主体客体時期手続き効果ですねに分けていて、でその中でチェック事項というのは何を覚えなきゃいけないか、その条文の中で何を押さえておかなきゃいけないかということをチェック事項として挙げたものなんですよ。例えばこの4条っていうところなんですけど、これはまあ誰がどんな場合に請求は職権で何の経過は延長強制裁量なのかということなんですが、例えば時ほどの4条ってこう条文なんですけどね、期間の延長等という条文で、ちょっとプロジェクターに移しますね。特許庁長官は遠隔または交通不便の地にあるもののため請求によりまたは職権 で46条の2第1項第 3号、108条1項121条1項または173条1項に規定する期間を延長することができる。でこの条文上46条の2第1項で、第3号とかって書いているのがこの4項っていうどんな場合にっていうことなんですけど、で誰がっていうのは特許庁長官がなんですね。でどんな場合にって今の4つで請求または職権でだから両方ともなんですけども、で何の期間を延長するのかっていうことで、で、まあ、ここに規定されている期間を延長する、でことができる強制なのか裁量なのかっていうことを表してるんですね。でこの強制っていうのはしなければならないとかそういうふうな書き方をしている条文 で裁量っていうのは今の条文のようにすることができるというふうに書かれているもので、これ法律効果としてだいぶ違ってくるのでそこよく担当で問われるんですよ。だけども条文パーって読んだだけだとやっぱり頭の中に残る部分っていうのが試験と合致すると限らないんですよね。試験で聞かれることが頭の中に残ってくれたり自分が、ね、意識的にインプットしようと思うところであればそれも何も、ね、なくこんなプロジェクトシートなんかいらずに合格しちゃうんですけども、それがなかなかできないんですよ。条文のどこを覚えればいいか分かんないね、どこを意識づけて読めばいいか分かんないっていうからやっぱりなかなか難しいんですよね。でそこを要はもう示しましょうっていうのがこのプロジェクトシートなんですよ。ですからこれにのっとって条文を読んでいただければどこを覚えなきゃいけないのかなっていうことが多分分かってくるはずなんですよね。でそうすればまずその条文プラスアルファですよってさっき言いましたけども、その条文から出題される部分に関しては少なくとも、うん、難なくいけるはずなんです。で結構細かいと思うんですけど、今条文の試験この担当試験って細かいんですよねやっぱり。で五子択一という、まあ、5つのうちでどれが正解かとかどれが間違ってるかっていう選び方をするものであれば、その決め枝といわれる正解の枝さえ分かれば他分からなくても結果1点取れますよね、うん、だけどもいくつあるか問題とかあと個数問題とかっていう言い方をするものですね、まあ、同じことなんですけど正しいものはいくつあるか間違ってるものはいくつあるかっていうものであれば全部の枝回答できないと個数間違うわけですよね。まあ、たまたまねこう行ってこいで両方とも1個ずつ間違ってくれればねプラマイゼロですけど、まあまあそういうことないですから。である程度勉強すればするほど大体1つ間違うんですよ、4つは合うんだけど、うん、ですからそういうですねこう問題に関してはやっぱり確実な知識を持っておかないと受からない時代なんですよね今の試験っていうのは。で今個数問題、去年の試験で31問なんですよね。で今年でまた26問ぐらいまでこう減ったんですけども、だけどもやっぱりですね25点は切ってこないんじゃないかと思います。25点分はで今60点満点ですよね、60問ですから。ですから結構な比率でそのいくつあるか問題が来ますから、それを攻略する気でいかないと避けては通れないです、
なので、このシートを使ってですね、まずそういった対策はしましょうということですね。で、あとやっぱり今怖いのは出典ですね。今年の試験に限って言えばちょっと細かかったですね。審査基準も細かいし、商標なんかね、審査便欄までちょっと知っておかないとっていうのも一部ありました。ですからすごくそれ細かいですね。どこまで追うのか、何点目指すのかによるんですけども、45点目指しましょうってことを、うちのクラスではですね、掲げてます。で、それに関しては、審査基準は一生商標は避けて通れないと思ってます。で、ただ審査基準、多分皆さんお家に帰って特許庁ホームページから見れるんですけども、見た瞬間ゾッとするぐらいあるんですよね。だけどその中じゃあ全部必要なんですかっていうと、やっぱ試験に出るところっていうのは決まってます。そもそも審査基準というのは何のために公表してるのかというと、審査官の手の内示すためでしょ。要は出願して、審査通らないと特許にならないわけですよね。衣装でも商標でも同じですけども。で、どういう審査をするのか、どういうことを見ていくのかっていう手の内を明かしてくれてるわけですよ。だからそれに引っかからないように出願をするっていうことが、それ必要だから、どちらかというと実務家に必要なものなんですよね、それっていうのは。法律論とはちょっとまた違うわけなんですよ。ただその実務家に必要だって言っても、我々は、お医者さんのようにインターンのね、その期間があるわけでもなく、司法修習の時間っていうものも、今ね、こうちょっとこう研修期間が長くなったとはいえですね、もういきなり実務の世界にボーンって放り出されるようなものですから、ある程度のやっぱり実務的な知識も持っておかなければいけないので、法律解釈から延長されるその審査基準の部分に関してはですね、やっぱり試験に出てくるんですね。だけどもやっぱりこれはどこの部分が必要かっていうことは、そういう眼鏡をかけてみれば、多分仕分けができるんですけども、なかなかやっぱり受験生の段階ではそれが難しいと思います。合格して実務も知って初めてここがやっぱり試験出やすいんだよねっていう納得感があるはずなんですね。ですからあらかじめやっぱりそれを分かっておかなければいけない、仕分けがなされておかなければいけないということに関しては、担当アドバンスですね、これがもう基準になると思っていただいて間違いないと思います。先ほどもちらっと言いましたけど、あそこに乗っていなくて出ることもちろんありますよ。でも誰も分かんないですよ、そんなこと。追いかける必要ないです。まず満点取る試験じゃないですか、ないですからね。で、タードの B ランクぐらいまでのものを確実に押さえておけば、45点は取れますから、しっかりとですね、その範囲で出典はもう追わない、その以外のことは追わないっていうことは短期合格者に絶対必要だと思います。で、研究職の方とかはですね、やっぱり性分なんでしょうね、自分で調べなきゃ気が済まないとか、結構こう追いかける傾向にあるんですよね。もうそうすると長くかかっちゃう、時間かかりますから、もうそこはもう試験勉強だと思って割り切って、もうその範囲で広げない、その範囲で勉強するってことを心得ておいてください。で、次に次の試験からですね、導入される点についてちょっと お話をしたいと思います。いわゆる足切り試験ですよね、足切り試験。で、どういう受験生にとってどういう影響があるのかっていうことですけど、やっぱりですね、不得意科目って誰しもやっぱり持つんですけど、極端な不得意科目を作れないっていうことがやっぱり一番難しい点だなっていうふうに思います。で、不得意科目が4法の中にある場合は、これはもう旧制度からあんま変わらないんですよ。特実一章で40点あるんですよね。で、40点のうち、例えばそうですね、6割ぐらい、今24点だと、ボーダーに届くまでに結構しんどいでしょう、もう不調、条約不調でね。ですからやっぱりその4法に関してはもともと8割目指そうねっていう話をしてきてるんです。で、平均点に関してももうそれに近いものがありますから、あんまりその4法に関して試験の影響は受けないんじゃないかなと思ってます。いや、受験生にとっては昔からさ、もう足切りにかかるようだと受からないから、だけどもその下3法の影響というのはこと条約に関しては大きいなというふうに思っていまして、条約の平均点が3点台なんですね、ここ数年の、だから足切りにかかっちゃうんですよ、平均点だと。つまり今の試験の難易度を維持しちゃうと半分以上の方が足切りにかかっちゃうんですよ、条約で落っこっちゃうってことになる。だから条約はちょっと怖いなと思ってます、で、これもですね、やっぱり条約の進め方っていうものがあって、
私はもう、たまたまね、自分が受験生時代っていうのは、たまたま少しやっぱり条約が難しかった時代だったので、条約はね、4法じゃなくても本当に5法目、5個目の科目として普通に4法と同じようにやる時代だったんですよね。だからあんまり自分自身は違和感がないんですけど、やっぱり条約が論文からなくなった途端に条約離れというものが加速しまして、で一方で実務の世界では条約がもう切り離せない状態にありますから、でそうするとですね、実務家の観点からどの条約を重きに置くかって、もう絶対 PCT なんですよ、PCT を実務から離すってことはもう絶対もう生き残れませんから、実務家としてね。ですからもう PCT はもう絶対なんですよね。だから今多いとして5問出ますよ、10問のうち PCT が。あといっぱいあるんですよ、条約って。パリもあるし、ね、トリップスもマドプロもあるし、で今年はもう、ね、ジュネーブも入ってきましたから、そうすると、PCT 以外に4つもあるにもかかわらず、その半分を占める年すらあるんですよね。ですから PCT をやっぱりある程度ですね、こう時間をかけて勉強することをやらなければ、おそらく厳しいんじゃないかなというふうに思ってます。ですからこのプライムコースの中では、もうそれをですね、私レックの方にもずっと前から言ってるんですね。もう絶対条約は試験制度の、ね、改革って何年も前に決まりますよね。でそうすると、最後まで難航したのは結構その足切り制度が入るかどうかってことに関して難航しました。であと条約を論文の中にまた戻すかどうかってこともね、毎年のように結構議題に上がってきてます。だけども、なかなかその論文を戻すということに関しては反対の先生方も多いのであれですけども、条約をやっぱり論文に絡ませ、で条約をですね、非常にこう重きに置くということに関しては、いろんな側面から見られるんですね。で特に PCT に関してはそうだから、もうね、今のコマ数じゃ足りないんだよってことをずっと言ってるんですよ。でやっとこのプライムコースは、特に私のね、クラスのコースなので、でここで条約会をもう増やしてくれたっていうのは一つポイントかなというふうに思ってます。だから条約対策をですね、やっぱり少し念入りにやっていきたいっていうのが、まずプライムの中のですね、一つ特徴なのかなと。でそれはもうどうしてもやっぱりね、条約で不合格になるわけにいかないということがあります。で府庁に関しては、どちらかというといろいろお家柄、お国柄の事情がありまして、ご存知かと思いますけどね、審査官、7年勤めれば弁理士資格もらえるんですよね。で府庁に関してはいわゆるその特許庁の直属の管轄ではないですよね。府の方は経済産業省になりますし、で著作権は文化庁の方になりますから、審査官としてはいわゆる素人なわけですよ。だからそこの部分だけの試験があるんですよね。で今まで一人も落ちたことないんですよ、そこで。でつまりそんな難しい問題出ないんですよ、府庁で、ですからある程度平均的な受験生がやるくらいのことをやっとけば、府庁で何か問題が起きるってことはほぼないと思ってもらっていいと思います。ですから今までもですね、こう担当のね、こう、科目別の成績見せてもらって、あ、これ府庁で落ちたよねっていうことはなかったですよ。やっぱりダメだっていうところはどちらかというと4法もしくは条約にあるということが言えるので、なので府庁に関してはもう普通にね、ターンドの範囲でいいのかなというふうに思います。で特に結構身近な事件なんかが多いからね、府庁に関してはそんなにしんどくはないと思います。はい。で次にですね、ちょっとレジュメの方に戻りますけども、3つ目に暗記に頼らないことってあります。でこれはですね、論文対策や口述対策にもつながっていくので、私は、入門講座特にですね、注意をしているところなんですけども、暗記していることなんていうのは短期的にしか頭に残らないんですよね。だけども試験っていうのは結構長期戦になりますから、当然やっぱりそれだけだと対応しきれないわけですよね。なのでちゃんと趣旨から考えて、この趣旨だからこの要件があるんだっていうように紐付けていくような、そういった説明を特に入門講座の中でやっていくということを心がけています。ですから皆さんとしてもですね、暗記に頼ることをしないでほしいんですね。やっぱりちゃんと考えて理解しようというふうにしていただきたい。なので私の講義ではその後ですね、復習法としてできるだけ音声データを取っていただいて、耳からその何回も何回も解説講義を聞くと。でそれによって1回聞いただけだと分からなかったこともある程度やっぱり2回3回聞いてくると、当然私がこうどこで噛むかっていうことの癖まで覚えちゃう人がいるぐらいですね、だんだん、ああそういうことかっていうふうに腑に落ちてくるんですね。でその瞬間がすごい大事なんですよ。でそこを大事にしてほしいってことなんですね。
で、理解したことは当然一番影響を受けるのは口述試験です。口述試験、論文発表までは長いんですけど、論文発表後口述までの期間って非常にタイトなんですね。で、その中でいわゆる総復習しなきゃいけないんですよ。で、今まで担当や論文とやっぱり違って、趣旨っていうものに非常にやっぱりこう重きに置かれるのが口述なので、いや、なぜですかって質問が非常に多いんですね、で、それはやっぱりね、暗記に頼ってたらできないことですね、そんな短い間に。ですからやっぱりその最後の試験まで通るってことを考えなければいけないので、まあ、そういう意味でもですね、趣旨に頼らないということをしっかりとね、理解していただきたいと思います。で、次に4つ目なんですが、まあ、これは私の座右の銘ですね。次のガイダンスのタイトルにもあるのかな、有限にして完成度を高めるということを、まあ、常に言っています。で、短期合格者っていうのは知らないこと結構あります、まあ、皆さんのね、もしかしたら周りにも、あの人ね、そんなに知らないのに、ね、1年で合格しちゃったよとかね、 あれよあれよという間に弁理士になっちゃったよっていうこと結構あると思うんですよね、あんなにね、知らないことあるのにねっていうようなことあると思うんですけど、それは試験に必要じゃないからなんですよ、試験に必要じゃないことは知らなくて結構です。試験に必要なことを知ってほしいんですね。で、そのためにここまで絶対やってねってことは私の方で指示します。ですから皆さんの方で守ってほしいのは、そこからはみ出さないってことと、逆にその中はしっかりとやるってことなんです。で、それが一つはプロジェクトシートでもあるんですよ。先ほどお見せしたプロジェクトシートは、まあ、築状になってます。で、講義の中でその今度は傾聴をつけていきます。条文ごとにもやっぱり傾聴が必要なんですね、平等じゃないんですよ、残念ながら条文は、ですから学問的にすごく意味のある条文であったとしてもですね、あるいは一般法的な考え方からすればそれ絶対大事だよねっていうような見方ができるものもあるんですけど、でもこの試験はある程度実務家養成試験なので、実務家の目から見てやっぱり必要なものと必要じゃないものが分けられているように思います。ですからそういったところでの傾聴をきちんとつけていきますから、プロジェクトシートの中に、まあ、講義の中でですね、皆さんは例えばランク付けをしていくと、で、それにのっとって優先度の高いものからやっていく、そうしないと半年では難しいです、だから100点を目指そうと思うと、まあ、3年ぐらいですかね、感覚として、何でも満点を目指そうとするとやっぱり3年かかると思いますよ、だけども半年で担当合格します、ね、まあ、あわよくば論文まで行きたい、1年かけて、まあ、2年目には確実に論文を受かりたいということであれば、ね、100点目指してたんではやっぱり難しいと思いますよね、だけどもその合格率を上げていく方法っていうのはちゃんとこっちで持ってますから、それに従ってついてきてほしいわけなんです。それがまあ4つ目ですよね。で、5つ目、まあ、最後は4歩で勝負することっていうことなんですが、これはまあ先ほどちょっと言及しましたけども、4歩を、ね、こう不得意、何か不得意にして、で、あと下3歩で勝負するっていうことは非常に難しいですよね。まあ、配点からして4歩で40点でしょ、で、条約調で20点ですから、まあ、そのね、単純に言っても、ね、点数的なものもあります。で、もっと言うとやっぱり4校できちんと勝負して点数を取り45点超えてこなければ論文合格が実は難しいんですよ、私は中上級の、ね、論文の講座もずっとこう担当してきてて、で、まあ、特にその直前系の講座って生講義を担当してるんですよね。だから、まあ、初級の講座ももちろんやってるんですけども、まあ、中上級の論文の方っていうのはいろんな方がやっぱり来られるんですよ。2年目の方ももちろんいらっしゃるし、まあ、1年目から並行される方もいらっしゃるから1年目からっていう形になるんだけども、もう本当に10年以上やってる方とかも論文に来られるんですよね。で、去年のクラスとかだと必須はね、合格した経験もあるっていう方たちもいたりとか、結構、まあ、だからどれくらい長くやってるかってことなんですけど、結構長い方がいらっしゃる、で、そのなんていうのかな、担当で今2年免除あるじゃないですか。で、その免除期間が切れて戻ってこられる方のことをね、こう言い方悪いんですけど参審って言うんですよね、論文の3回のそのチャンスをものにできなかったっていうことで参審って言うんですよ。
で、その三振される方ってどういう傾向にあるかというと、やっぱり担当の受かり方に問題があると思ってるんです。でそれは単純に点数の問題で、まあ、さっき言ったようにね、今年あの5人の1年合格者が出ましたと、春生からね、論文通過出ましたと。でその子たちはだいたい45点超えてきてるって話をしましたよね、だからその単純に点数の問題もあるんだけど、何で45点を超えてきてるかっていうことも実はあの影響があるんですよ。まあね、45点で切ってしまうと、まあ、4法でこけてるってことはほぼないんですけど、あの40点前後、要はボーダー付近で、まあ、39点とか40点で受かった人っていうのは、あのちょっと4法で思いのほかね失敗してるものがあったとしても、まあ、下3法でちょっと底上げをしてなんとかボーダー届きましたという方結構いらっしゃるんですよね。でそういう方たちはやっぱり、ね、弱いんですよ、論文に、でそれはあの担当と論文っていうのは別に別試験じゃないんですね、要は全部条文の試験なんだけど、担当試験っていうのは条文の中身知ってますかっていうことを聞いてる。で論文はその中身知ってる上で実務の世界で、まあ、ことその事例問題が多いっていうのはそういうことなんですけど、こういう事案が毎日起こってますと。でその中でどの条文根拠にあのこれを解決していけるんですかってことを試してるんですよね。ですから中身分かんないと使い方分かるわけがないんですよ。あ、この、ま、この場面で活躍する条文だったのねってことは論文の勉強して初めて分かるってことも実はあるので、別問題じゃないんですよ。そこっていうのはリンクしてる。だから知識ないのに、ね、知識ないのに論文の点数取れるわけないんですよね、ですからやっぱりですね、その今の免除制度っていうのは私は逆に受験生思いではないというふうな意見を持ってる一人なんですけども、自分たちの時はね、あの論文でダメでもまた担当からだったんですけど、ただその知識の問題で受からないっていうことがあんまりなかったですよね。やっぱり担当毎年毎年受けてますから、でしかもまあそれがね42点とか45点とかこう超えてくると、まあまあまあその知識で論文は書けますよ。でも今免除制度だとギリギリで受かった人でもそんなに受からないのに、ね、免除になるでしょ次の年。1年ほったらかしにしてたらその知識どうなりますか。だん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 落ちていきますよね。で私たちですらですね、あの、まあ、短期層来週開校を迎えるんですけど、この時期多分ね一番あの大変なんですよ。要は知識落ちてきてるから戻さなきゃいけないでしょ開校までに、でやっぱり毎年毎年やってても忘れることあるんですよね、まあ、年のせいもあるんですけど、まあ、受験生の方たちもねそんなに若くない方もたくさんいらっしゃるから、でそうするとやっぱりですね、あの知識っていうのは維持するために努力が必要なんですよね。メンテが必要なんですよ。でそれやっとかないと受かんないのに、45点でもですよ、2点42、3点から5点でもそうなのに、ギリギリで受かってほっといていいわけないんですよね。でほっといた結果とにかく論文書いて書いて書いて、ね、論文の講座ばっかり、ね、こう注力して出て、でいつの間にか免除切れちゃった、で三振でまた担当からっていう話になっちゃう、ですからあの皆さんもそうなんですけど、最終試験は絶対口述なんですよね。口述試験なんです。だから論文も通過しなきゃいけない。だから担当だけにもちろんそのね、視点がどうしても目の前の試験一番大事なのは間違いがないので注力しちゃうんですけども、でもやっぱり担当の受かり方っていうものはすごく大事だっていうふうに思っておいてください。私は担当に合格してほしいんじゃないんです。最終合格してほしいんです皆さんに、だから担当の受かり方に関してもあのこだわっていきたいと思います。ですからとにかくそのプロジェクトシートで4法に関しては固くいこうと思ってますので、まあ、もしねあの今年も論文いいんですということね、次の試験はいいんですということであったとしても、次の年にはですね論文合格してもらいたいと思ってます。はい、ではあのそろそろお時間になりましたので、これで、今日のですねガイダンスは終わりたいと思いますが、ちょっとごめんなさい、最後にちょっと説明し忘れたことがあります。レジュメの一番最後のページにスケジュール表が載っているんですが、これ冬生に関してもあの使っていこうと思っています。で今あの春生開校しようとしてますので、私の方で春生用にあの今年の分のスケジュール表を作っているところなんですが、
冬施は冬施用にですね、その短期層の開口に合わせたスケジュールを用意します。でこれ何かというと1週間5日で構成されていまして、まあ、1日はですね、土日のどちらかに、まあ、春生なり冬生なり講義が、ね、満作あるので、まあ、それはもういいでしょうということで、まあ、6日ですよね。それで、でもう1つの日は調整日という形で作ってます。まあ、社会人の方多いのでどうしてもやっぱり今日は、ね、勉強できなかったという日が1週間に1回ぐらいあるかなと思ってるんですね。ですから、まあ、5日で構成し、で、まあ、6日目はですね、ちょっと調整、まあ、できなかったことをちゃんと埋めるっていう調整日を合わせることで、まあ、こうずれていくことをちょっと回避したいっていう趣旨ですね。で復習としてどういうことをやるのかってことを指示していますから、まあ、毎日そのどの時期に何をやるのが大事かっていうことがね、今日まあ冒頭の講義のところでお話ししたような形になるんですけども、まあ、それを私の方でもうプログラムしていくっていうことですね。なのでどの時期に何をやっておかなきゃいけないかってことを皆さんの方で考える必要はないし、むしろそれが失敗の原因だと私は思っているので、私の方でそれもプログラム化していくと。でその通りに、まあ、潰していってもらって、でできるだけそのしわ寄せがね、こうどん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 ずれていかないようにすると。で2週間の遅れが出たらちょっとまずいと思ってます、私の方では。なので講義の中でもですね、まあ、毎回言うんですけど、もう2週間の遅れが出てるんだったらちゃんと相談してねというふうに伝えてます。はい、では今日の講義はこれで以上となります。で何か個別で相談があれば声かけていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。では、皆さんお疲れ様でした。